スプライト、2004年7月、GHCC 撮影レッドスプライト、またはスプライトは、雷雲上の中間圏で起こる発光現象であり、超高層雷放電の一つである。超高層光色型雷放電とも呼ばれる。雷とは異なる発光現象だが、雷に付随して発光すると言われている。ISS から撮影されたスプライト。 ISS から撮影されたスプライトが出現する様子。スプライトはアメリカ合衆国のフランツらが1989年に夜間ビデオカメラの構成をしていた時に偶然に撮影した発光現象である。その色と妖精のようにひょっこり姿を表すことからレッドスプライトと呼ばれるようになった。現在ではターンにスプライトと呼ぶ。 理論としてはチャールズ・ウィルソンが提唱していたが、当時はカメラも高性能ではなく、たとえ目撃しても目の錯覚だと言われていた。フランツらの発見後、様々な科学者により、盛んに研究され、実像が明らかになりつつある。色は赤色で、高度約50から 80km で発光し、延直方向の大きさは 20km 程度、水平方向の大きさは、 数キロメートル70キロメートル程度である。スペクトル解析によると、窒素分子のファーストポジティブバンドが支配的であることから、窒素分子がその発光に寄与していることがわかった。スプライトの種類はその形状によっていくつかに分類されており、未発見の種類もあるかもしれない。また、場所によって出やすい種類もあるようで、太平洋沖ではキャロットが日本海側では、 絡む上及び陽性型が出やすいと言われている。雷雲からの放電現象としては雷が一般的に広く知られているが従来より雷雲から髪型に何らかの形で放電や電流が流れているのではないかということが専門家からは示唆されていた。スプライトの発見がこれほど近年まで発見されなかったのは雷雲上の現象であることから雷雲の真下からでは 観測不可能なことや、その発光自体が長くても100ミリ秒程度で人間の目が追いつかなかったということや、カメラで捉えるにしても好感度である必要があったからではないかと思われる。近年、日本では科学者だけでなくアマチュアや高校生も数万円程度の比較的安価なビデオカメラ等を用いてスプライトの撮影を活発に行っており、 専門家も発見していない特性をも明らかにしている。特に高校生は、高校商店体観測ネットワークが研究テーマにし、冷却 CCD カメラといった機材を貸し出したり、観測するためのマニュアルを発行したりして、新発見に力を入れている。詳細なデータを得るために、近年では人工衛星からの観測も行われている。台湾の六サットマイナスには、 地上のリモートセンシングが主な目的だが、レッドスプライトや大気観測のために、イジュール観測機が搭載されている。日本では、東北大学の研究チームが、レッドスプライトを真上から観測するため、超小型衛星、ライジンを2009年に打ち上げた。しかしトラブルにより観測が順調にいかなかったため、後継機としてライジン2を計画。 2014年5月24日に打ち上げ、同年中に高解像度地表撮影、同スペクトル撮影にそれぞれ成功した。ありがとうございます。